まみシュワシュワシだよこんばんは、シュワシュワシです。はい、今回はですね、僕がどうしてこんなにメンタルがなんかいかれたのか、メンタルが強くなったっていうか、なんかすごい昔と違ってすごいなんかメンタルやばやばになったのか、ちょっとお話ししようかなと思います。なんか結構ずっと話したかったんですよ、これ。なんかどうやって変わったとか、どうやって変えたとか、あとメンタル強くするにはどうすればいいとか、なんかそういう話もちょっとしたいなと思って、ずっと前から思ってて言いますね。ちょっとメモ見ながらやります。メンタル。まずじゃあ、僕が、どうしてメンタル、まあ、メンタル変わったっつうか、もともと、僕、なんでしょう。恥ずかしがりで引っ込み思案で、目立つことがすごい嫌だったし、例えば学校とかで、なんか体育館で、その、みんなの前で立ってなんか喋るとか、もうそういうのもダメだったし、あとは、その教室とか、その教室のホームルーム中になんかその、一分間スピーチみたいなのを、小学校時代ですけど、一分間スピーチとか、その日直の人が一分間スピーチみたいなのをやんなきゃいけないっていうことが、そういう学年があったんですよ。そういう年があって。それもすごいなんか苦痛っていうか、何も話すことないから、緊張してて何も、まあ、とにかく人前で話すこと、まあ今でもそんなに人前で話すこと得意じゃないですけど、まあ、あの頃に比べればね、今はだいぶマシになってて、まあ、もともとそういう感じで、本当に目立ちたくないし、引っ込み思案だし、その誰かについていく。もうとにかく自分の意思が何もなくて、もう誰かについていったり、その誰かの遊びに乗ったりとかって、もうとにかくその、なんかその導いてくれる人、そのリーダー的な人とか、そのなんか遊びを考えてくれる、今日は何して遊ぼうとか、ね、まあ、そういう人たちがいないと不安でしょうがないみたいな、そういう学生時代だったんですよ。なんかその単独行動ができないし、なんか寂しいし、自分の意思とか、自分で何かを決める、自分から、まあ主体性ですよね。主体性がなさすぎた。そういう学生時代でした。まあもうそれ、なんだろうな、学生じゃなくなって、22歳頃、学生じゃなくなって、それで、まあ、実家を出て一人暮らしっていうか、まあ、ルームメイトとルームシェア始めたんですけど、まあ、結局、それでまた8年ぐらい、まあ、あんまりメンタルが変わらずに、8年ぐらい時が経って、で、30歳になって、やっと変わったんですよね。そのきっかけというか、その、なんでしょう。で、どうしてメンタルが変わったかっつったら、なんかその、俺の人生変わんないなって思ったんですよ。その自分の人生というか、そのなんかパッとしない、まあフリーターでずっともう8年、まあ俺が30歳だった頃ね、もう8年も同じとこで働いて、なんだろう、いつまでこんな生活続くんだろうとか、俺ってだって音楽大学行って音楽で飯食っていくつもりだったのに、なんで俺何も活動してないんだろうとか、うん。まあ、やってたんですけど、昔、声部っていうサイトが昔あって、一応、その、まあ、歌やってみたり、演技とか投稿してみたり、あとニコニコ動画とかでも、一応活動やってたんですけど、ね、まあ、全然パッとしなくて、うん。本当にもう底辺中の底辺みたいな、もう埋もれてる、あれですよ、もう埋もれてる、大多数のうちの一人みたいな、もう隅っこ端っこの一人みたいな感じだったんですよ。で、どうしてそんな感じだったのかなって、なんで俺って変わらないんだろうってずっと思ってて、まあ、そしたらまあ原因は自分の中にあったと。その自分が、まあ要は、目立とうとか、なんか人と違うことしようとか、何かそういう、自分の心が変わらないと結局人生何も変わんねえなってことに気づいて、で、まあ、その、要はメンタル変わった理由っていうのが、その、あれですよ。必要に駆られた。うん。このままじゃ俺の人生何も変わらないって分かったから、で、しかもその自分のメンタルとかマインド、考え方とか価値観が原因なんだって。その自分のなんか夢が叶わないとか、そういう何か妨げてる原因は自分の中にあるって、なんとなく気づき始めた時から、あ、よし、なんかちょっと今までと違うような、行動を起こしてみようって思ったんですよね。まあ、仕事を辞めて、
自分の好きなこと、楽しいこととか自分の、まあ、特殊な能力、そういう特殊な能力を活かして、そういうので楽しく生きていくためには、人生を謳歌するためには、もう、これは意識改革必要だなって気づいて、で、やりました。やり始めました。で、それで誕生したのが、一人合唱部、スワシワスですね。いう感じです。ちょっと窓閉めようかな。そう、シワスとしての活動。最初は、ね、僕がその、一番最初に投稿した歌とか、ね、まあ、僕のファンだったらわかると思うんですけど、ツイッターと YouTube で、一日が終わる、みたいな。もうカメラの前で、そう、ただ、まあ、まあ、その、音源は自分で、その、先に作っといて、まあ、撮影するときは口パクだったんですけど、もう本当に、背景とかも何にもね、グリーンバックとかもなかったし、黒巻きとかも使ってなかった、なくて、もう本当その10秒くらいの、なんかその日常のあるあるを、ワンフレーズだけメロディーにしようって思って、そのオリジナル曲、それまでも作る活動してたんですけど、どうしてもフルコーラス作んない、フルコーラス完成しないと、こう、自分の中でその、公開、発表しちゃダメだみたいな、なんか謎の自分の中の謎ルールがあって、で、そのせいでその1ヶ月に1個か2個ぐらいしか動画投稿できなくて、まあ、要はそのクオリティとか、中身とか、そのボリュームとかにこだわりすぎてたんですよ。それで結局、そのなんか自分のコンテンツとか自分の作品をたくさん投稿できなかったと。なんかそれって良くないなって俺思って。うん。ちょっとその方針を変えてみようと。もうなんか、もう40点ぐらいのものをもうたくさん毎日1個以上は作ろうみたいな、そういう方針に変えたんですよ。それが一人が勝負すわしわすとしての、まあ活動スタイルで始めましたね。本当にもうなんか霊食最強でも本当これだけでハモリつけるだけみたいな、そっから始まって、まあもちろんその時は再生数もね100とかしか全然いかなくて、100とか200とかなんか伸びるか分かんなかったけど、まあそれでもそんなね10秒ぐらいの動画でも100再生だから割と良くねって。だってそれまでは俺そのフルコーラスとか真面目な音楽、あれですよ、氷の涙とか、ああいうの真面目な曲作って1ヶ月とか2ヶ月かけて作って投稿したのに再生数50とか100とかだから、それに比べたらその 1日でたった数時間でできる動画が100再生200再生って俺の中ではかなりのその革命というか衝撃だったんですよ。こんなもので100再生200再生も取れるんだって。まあまあショート動画っていうね、ショート動画はちょっと特殊だから再生数かけすぎやすいからちょっとまああれなんですけどまあでもその当時は俺 2年前だから、まだそのショート動画がこれから始まりますよみたいな噂が立ってたぐらいの時期だったんで、もうそっからその時からもう俺はそのこう縦長の動画の投稿を始めてたんで、まああれですかね、ちょっとタイミングは良かったかな。かなり早いうちからその10秒とか短い動画に俺は手を出してたから、それがまあ結構良かったのかなっていうところもあるけど、そういう感じですね。それで、まあメンタル、そうメンタルをどうやって変えたかということですね。これがまあ大事だ一番まあそのカメラの前でどんどん俺ふざけるようになったり、変顔とかとかするようになったり、変な声とか出したり、まあ、下ネタとか平気で言うようになったり、まあそういうね、自ら恥ずかしいことをいろいろやってて気づいたんですけど、恥をかいても何も起こらない。マジで。まあ、それはね、たまにその汚いとか下品とか、そんな投稿やめろとかいうコメントは来るけど、でもそれもさ、こんなスマホという液晶画面の中に表示されたデジタルのただの日本語の羅列じゃないですか。ね。そんな日本語の羅列をただ読むだけで、その心がいちいちこうね、乱れてたら、キリがないじゃんって思ったんですよ。ね。そんなデジタルの文字にね、いちいち心を動かされても意味ないと。別に、ね、そんな悪口言われたって、俺の財布のお金盗まれるわけじゃないし、悪口言われて、なんか骨折とかするわけでもないし、あ、何も起こらないじゃんって気づいちゃったんですよ。恥ずかしいことしても、下ネタ作っても、うん、ただその、
そのなんかデジタルの文字の文字でこう反応が来るだけで、それ以外に何にも僕にそのデメリットというかダメージがないじゃんって気づいてしまって、まあこれはまあ体験、まあ自分がこうやってみてね、実感したことだから、まあやってみることが一番かなって。でむしろ恥をかくことってメリットなんじゃないかなって、目立つことはメリット、うん。だって俺は再生数増やしたいし、収益も増やしたいし、それで仕事を辞めて、自分の楽しいこととか好きなことをふざけたことだけでお金稼ぎたいってずっと思ってたから、それが叶うんだからいいじゃんって、恥をかくことはむしろとても俺にとって都合がいいじゃんって、いいことしかないじゃんってことにも気づいてしまって、それでどんどんこう楽になっていったんですね。なんかメンタルがその、まあ、その悪口とかに対して、ま、なんか感覚が麻痺してきたというか、免疫がついた、耐性がついたというか、うん。だ、それでだんだん変わっていったんですよ。とてもいいことだ。自分にとって悪口 OK。悪口なんか OK 言われても全然 OK。何にもダメージない。骨折なんかしないし、目が見えなくなるわけでもないし。むしろコメントが多ければ、どんどん多ければ多いほど、その動画は反応がいいから、いい動画って判断されて、どんどん伸びやすくなるから、あ、じゃあ収益増えるじゃん。いいじゃんって。まあちょっとね、炎上商法的な考え方あるけど、うん。まあ俺はあんまりその炎上商法はね、あんまりいいとは思ってないから、言うて、ちょっと炎上スレスレのことを、ね、結構やらかしてたんですけど、うん。まあね、炎上したら、まあその時は、対応します。はい。そんな感じ。で、まあ、そんな感じで、あれっすよ。要は、まあ自分優先、自分の利益を第一に考えて、そういう風に生きて、OK なんだって気づいたんですよ。なんかそれまでちょっと洗脳されてたというか、なんでしょう。人のために生きなさいとか、恥ずかしいことはやめなさいとか、ね、なんか、奇抜なこととか、人とか違う、レールから外れたこと、こういうことはやめなさいとか、なんとなくそういう呪いをずっとかけられてて、育ってきて、で、その呪いが、その30、一人が勝負、すわしわその誕生とともに、その、呪いというか、なんか、自分の中でこう、がんじがらめになってた鎖が、ある一つで、ポロポロポロって、ほどけて、なんか、すごい身軽、急に身軽になって、まあ、呪いが解けたような、洗脳が解けたような、感覚になりまして、そっからですね、すごい世界が開けたというか、いろんなことが急にこう、わかるようになっちゃって、見えるようになっちゃって、あーって、すごい冷静に物事を見れるようになってね。うん、なんか今まではその自分の内側にこもってて、その自分の、なんでしょう、自分の気分とか体調とか、なんでしょう、人からどう見られてるかとか、もうとにかくこう、うずくまってて、なんかこう、縮こまってる、引っ込みじゃんみたいな、そういう人生だったけど、なんかその洗脳が解けてから、ちゃんとその自分以外の世界も観察しようって見るようにしようって思うようになって、人ね、その いろんな人がいるっていうのも、まあ、悪口とか言ってくるけど、で、その悪口が言ってくる人はどうしてそういう発言するのかなって、何かね、不満、人生に不満があるのかなとか、なんか難しい問題抱えてんのかなとか、ちゃんとそういうふうに、その自分だけじゃなくて、その相手の視点とか、いろんな視点から、ものを考えるようにしようって思うようになってから、どんどんその生きるのが楽になってきて。そう。で、自分優先でいいって。なんかその、気が乗らない時はちゃんとノー。いや、僕いいですって、ノーってちゃんと言うようにするとか、それなんかつまんなそうだから俺参加しないみたいな、ちゃんと気が乗らないからいいやって、ちゃんと断る時は断る。まあ、それでね、離れていった人たち、とか、なんでしょう。まあ、俺自身から、その、離れた。俺が、その、まあ、関わるのをやめてった人たちとかいっぱいいるけど、でも、そんな中でも残ってる人間関係ってあるから、その、残った人間関係こそが、まあ、その、快適。俺にとって快適で、別に、何も、ストレスがない、人間関係、ストレスがない環境なんだなって、自分でその、ちゃんと、自分で決めたことをちゃんと自分で、肯定してあげてる、許すっていう、それもすごく大事だと思いますね。メンタルの安定というか、その柔軟なメンタル、まあなんかゴムっていうかスライムみたいな、こうブニョンブニョンブニョンみたいな、なんか何言われても攻撃されてもブニョンブニョンみたいな、
そういうなんか柔らかいメンタルで生きるとすごく楽です。生きやすいですよ。ねえ。なんか例えば、なんでしょう。なんかイライラしてる人がいて、なんか独り言でブツブツ言ってたりとか、なんかその辺に唾吐いたりとか、なんか、まあ、その素行が悪そうな人とかが、なんかいたとするじゃないですか。でも、まあそういう人、そういう人をチラッともう観察してみて、なんかまあもともとそういうね、そういうなんか素行の悪い人じゃなくて何か事情があるとか、その、なんかもう自分では抱えきれない問題がたくさんあってもうメンタル壊れそうとか、壊れそう、何か嫌なことがあった、その人間関係で嫌なことあった、仕事で嫌なことあった、夢、なんかやりたいことができなかった、そう、なんかいろんな事情があっての、その人なんだって。まあ、勝手ですけどね。これね、勝手に自分が思ってるだけだけど、そういうふうに思うようにすると、まあ、まあ、その、どんなに悪いことをしてる人でも、まあ、まあ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 、仕方ないかって思うようになりましたね。許容というか、あんまりね、許しすぎるのも良くないけど、まあ自分で自分を許す、自分のことを許す代わりに、他人のことも、ちょっとは、こう、広い器で、まあ、冷静にね、冷静に他人のことも見てあげて、その人間性とか、なんでしょうね。まあその欠点とか長所短所も含めて、他人のことも、おおらかに受け止めてあげる。そういうメンタルも必要だなって最近思いますね。そうするとまた生きるのが楽になる気がする。いちいちその、人に対して文句が出なくなるし、人に対して、そう。だから自分のための人生に集中できるから、そのいちいち人のことをね、気にして、あの人ムカつくとかそういうの気にしてたら、時間がもったいないし、それはその、ちょっと視野が狭いというか、それは相手のことをもうちょっと知る努力が足りないとかって自分で思うんで、相手の事情をね、分かってあげるっていうか、そういう努力もたまには必要と、いう感じですよ。まあでも、まあそんなこと言ってるけど、俺結構、性善説、性悪説、どっちを支持するって言ったら、俺性悪説の方を支持しますけどね。人間はもともと悪い。最近はね、もともと悪い心を持って生まれながら生きているっていう、まあ説ですけど、最近はちょっと性悪説寄りです、俺は。そうだな。生まれながらにしていい人はいない。って言うとまあ、ちょっと語弊があるけど、なんかでも最近俺がね、まあその色々な人見てて、結構がめついというか、私利私欲、自分の欲というか、お金稼ぎのためなら人に迷惑をかけてもいい、人を騙してもいいみたいな考えの人がめっちゃ増えたんじゃないかなって、思うので、とても性悪説を支持したくなっている今日この頃でございます。はい。ですね。僕はそういう感じでメンタルを、変えました。それでメンタルを強くするにはどうすればいいかとか。まあこれもそうだな。まあこれはちょっと賛否両論あるかもしれないけど、まあ、自虐が基本で生きるっていうのもいいかなって。あんまりその、なんでしょう。こう、人から褒められるとか、すごいねとか、すごいね、かっこいいねとか、天才だねとか、優しいね、なんか能力あるねとか、なんかそういう肯定的っていうか、そのプラスなことを言ってくれるだろうみたいな期待をあんまりしないことですね。なんか、基本的に、なんでしょうね。基本的に人からの意見は厳しい。まあ、無視されるとか。そのね、まあ、動画投稿しても、まあ、たまにそのコメントとか再生数とか全然ない時もあるから、基本人からの評価は厳しいっていう気持ちで生きてると、なんでしょう。またそれで楽ですよ。なんか基本的に、あ、それダメなんですよとか、なんか掃除苦手だし、もう埃ま、ね、床とかの隅っこ埃まみだし、もうなんか俺30超えてんのにまだ独身だしとか、なんかいろいろね、ホモだしとかね、いろいろ、まあ、自虐が基本で生きるのもすごく最近俺楽だなって思いますけど、自虐が基本で、まあそのね、こんな下ネタとかやってるほんとね、もうどうしようもない小学生みたいな、
IQ、小学生みたいな頭の幼稚なやつなんですよ。そうなんですよ。ダメなんですよ。っていう気持ちで生きる、という気持ちで生きてるけど、そんな自分を別に否定はしないんですよ。そんな自分を許すんです、俺は。許してるんです。そんな自分でいいって。そうそう、自虐が基本だけど、でもそんな俺にもちゃんと魅力があって、ちゃんとその、誰かを喜ばせる。ね、その、特定の誰かの役のために、ためにはなれて、特定の誰かの役には絶対立てるっていう、そういうちゃんと希望を、というか、希望を持って生きているので、ダメでいいと。そんな俺でもちゃんと活躍できる場所があるって。なんかそういう安心感とかそういう自分への信頼、自分を許す。ダメなままでいいっていう、なんかそういう安心感を自分に与えてあげる。そうするとまた生きやすいです。うん。大丈夫って、なんとかなる。心配事の9割は実際に起こらないとかね。そうそう、そういうの。あ、そうそう。そんで、メンタル強くするには、あれですよ。あのね、先人の、もう成功してる人たち、もう有名なインフルエンサーとか、そういう人たちの言葉を注意して聞く。まあ、もう俺はその、いろんな動画とか見て、その、勉強して、そってどんどんメンタルって考え方が変わっていったんですけど、まあ、それこそね、いろいろ、まあ、ネットで有名な人、いろいろいっぱいいるじゃないですか。僕の場合だったら、すごい影響を受けたのは、DJ 社長を、ひろゆき氏、ホリエモン氏、中田敦彦氏、大悟、メンタリスト大悟氏とか、誰かな。あと、まあ、成田祐介氏とか、落合陽一氏とか、あと何かいいかな。誰か。あと、岡田敏夫氏とか、まあ、そう。なんか、まあそういうそのなんか人生とか社会とか人間とかそういうのを知り尽くしているような人たち。まああとは芸術分野とかの人たちもね、あの音楽、河本ひろととか、直樹さん。あ、ちょっと待って。イラストレーターの、直樹さん。やべ、名前が。とか、ペガサスハイドさんとかね。そう。ごめんなさい。名前を。あ、そうだ、斉藤直樹氏だ。そう、斉藤直樹氏とか。いっぱい動画見ました。ね。もうね、あと、ハガセブンさんの昔のなんか、アドバイス、なんかその、人生観とか、なんか、メンタル強くするにはとか、そういう動画も見たし、アンチコメントに対してどういうね、考え方すればいいかとか、そういう動画も見たし、とにかく、もうすでに成功してる人たち、もうすでに目立っていて、いろいろ、今までいろいろ経験してきて、なんか恥もかいてきて、下積み時代、無名時代も味わってきて、いっぱい経験してきた、みたいな、そういう人たちの、こう、口から出る言葉、なんか体から出てくる価値観、考え方とか、そういうのをたくさん摂取するんですよ。もらう。まあ、師匠というか先生ですよね。それもとっても大事だと思いました。僕はそれで、かなりその、自分にはない考え方とか、あ、そういう考え方をすれば生きやすくなるんだって。わ、俺今までの俺何も知らなかったなって。なんて愚かだったんだ、なんて無知だったんだろうってもう気づかされることばかりで。とにかく先人のその経験とか知恵をこういただく。まあ盗むって言うとあれだけど、それもとっても大事です。なので、もしそのね、自分、人生変えたいとか、何か一歩踏み出したい、行動したい、何かその習慣、新しいことを習慣化して、自分の人生をこう一歩ずつ変えていきたいっていう人がいたら、もうとにかく、有名な人たちの、まあ、名言集とかでもいいし、まあ、とにかく、そのみんなその、今ね、もう無料でそういう情報とか、そういう考え方とか無料で今手に入れられるから、本とかね、買わずに。まあ、できれば本買った方がいいと思うけど、俺はあんまりね、そんな、昔から読書の習慣がないので、どうしてもその動画を見て、情報を得るタイプの人間なんで、動画とかツイッターとかね。もうとにかく、そういうビッグな人たちの考え方を真似する、受け入れる、信じる。うん。あ、そうなんだって、あ、そうすれば人生変わるんだって、なんかちょっとこう、自分の中で新しく、こう変えていく、自分の中の価値観とか変えていくと、それが実際にこう行動になって変わっていくので、実際僕がそうだったし、うん。そんな感じですよ。そうだね。
まあ最初は俺、例えば、カメラの前でこんな、うーんとか変な顔するのさえ怖かったんですよ。なんかできなかったんですよ、最初はね。でも、なんかそのやってみたら、まあその不安とか恥ずかしいとか怖いとか、その先の世界を見に行くっていうのがすごく大事だと思って、もう一回飛び込んでみちゃう。一回飛び込んでみて発表してみて、それでどういう反応が来るかっていうのを、ちゃんとその先の世界を見に行こうって。見に行ってみたら、あれ意外と何もないっていうことに気づくんですよね。何もない。全然痛くも痒くもない。あれって、あ、こんなもんなんだってね。恥をかくってこんなになんかさらーっとあっさりしてるんだなっていうことに気づいちゃったんですよね。うん、だ結局その不安とか怖いとか恥をかくと何かやばいことが起こるとかっていうのは自分の中での思い込みに過ぎなくて、うん、そうそうそう、まあ、自分が作り出してる恐怖の世界なんですよ。その自分が作り出してる恐怖の世界をなんか削除してっていうか、それをその幻想ですよ、その幻を、幻のその向こうの世界に早いうちからね、どうやって生きるか抜け出せるかっていうところもすごい大事ですかね。うん、はい。そんな感じです。そんな感じで僕は今のメンタルが出来上がりました。たまにね、今でもその否定的なコメント来るけど、来て、そのリスナーさんが、こう、すぐにね、なんか擁護というか、そういうコメントやめろよみたいな、すごいね、かばってくれるんですけど、俺全然大丈夫だって、なんかどんな悪口言われても、あれ、ほとんど、まあ、響かないっていうか、まあ、響くことはあるけど、でも、その、数ある意見のうちの一つって思ってるから、全然、その、ああ、そっかそっか、そういう意見もあるよな、みたいな。ああ、そういうふうに思ってるんだ、とか。ああ、俺確かに最近な、再生数落ち込んでるしな、やべえやべえ、みたいな。そういう全然もう何事も全部前向きに捉えられるようになっちゃってるんで、もう全然大丈夫です、僕は。なので、冷静に。僕に対する悪口とかがこう、見えても、皆さん、僕なら大丈夫なので、冷静に、師走だったら別にこの程度の悪口大丈夫だろうっていうふうに、もう見守ってくれるだけで OK なんで。そういう感じです。はい。これで言いたいこと伝わったかな？一応ね、こうメモ、台本見ながらちょっと喋ったんですけど、どうかな？僕の言いたいこと伝わってればすごく嬉しいです。うわ、やばい。30分も話しちゃった。そんな感じですね。はい。じゃあ、今日はね、三つ動画作ったし、雑談動画もね、さっき、なんかクーリングオフ、営業電話のクソみたいな話とかも投稿したし、今日は、あとこの後生放送もするつもりなんで、今日はとても密だ。動画5個も更新しちゃった。うわぁ、今日はすごく、豊作だな。たまにはこういう日もないと、ね、ちょっと手こ入れをしないと、少しずつ人生を変えていく。人生ってね、本当にね、もうこんな1ミリずつしかね、変えていくことできないんですよ。例えば何でしょう、成功したい歌手、例えばまあ、俺だったら、人気の歌手になりたい、アーティストになりたい、有名になりたい、月収100万達成したいとか、なんか思っても、それを達成するには、毎日こう、1ミリずつこう、動かしていくことしかできないんですよね。それも早いうちから気づくべきです。で、それが俺2年前、2021年の2月にそれに気づいて、そこから毎日コツコツ1ミリずつ1ミリずつ活動してきたんですよ。でも、たとえ1ミリでも、1年経てば365ミリで、まあ、36センチか。36センチ、ちょっとこう動いてるじゃないですか。そういう感じです、人生って。1年かけて36センチ、前に進んでいく。それが成功への道です。決して近道なんてないし、そう。近道があるとしたら、それは間違った道、うん。だと思います。なんでしょう。まあ、要は犯罪行為だったり、要は炎上商法だったり。もう、それやったらもうデジタルタトゥーになって人生、この先の人生ハードモードになるとか、それはもう近道すぎて、絶対にやめた方がいい行為だから。結局、成功のために必要なのは地道です。1ミリずつ変えていく。一ミリずつ積み上げていく。自分の痕跡。自分という存在と、あと、まあ、その自分の能力、スキルとか、あと習慣とかね、そういうのを変えていくのは、とにかく、毎日、もうティッシュ1枚ぐらいの、しかできないので、もし皆さんがもうね、何か
その現状を打破したいとか思っているのであれば、それをぜひ心得ててください。肝に銘じていてください。1ミリずつです、本当に。それぐらいでしか人生変えられないので。ね。そういうふうに思いながら、俺はもう2年半も、師走として活動して、2年半も経ちましたので。それでですよ、ね。その活動を始めた頃は、チャンネル登録者10人だったけど、今は2万8000人ですよ。まあ、ペースとしてはかなり遅い方だと思うけど、それでも、毎日1ミリずつ積み上げていったからこその登録者2万8000人で収益化も達成したし、だと思ってます。とにかく、なんでしょうね。なんだろう。人生変えたい。よし、行動するぞってやって、ちょっとこう、オーバーヒート気味というか、ちょっと無理したり、ハードなことやりすぎて、結局1ヶ月、3ヶ月で挫折しちゃいましたっていうのはすごくもったいなくて、うん、ちょっとずつ、まあ、20点ぐらいのクオリティのものをなんかやっていこうっていうふうに、コツコツやって、2年、3年、5年経ちました。あ、それが正解です。そっちの方が僕は正解だと思ってます。3ヶ月で人生変わら、同じスタート地点がね、例えば今日2023年9月2日のスタート地点が同じ人が2人いて、で、まあ、2人とも夢を持っています。なんか、人生変えたいって思ってます。で、片方は行動を始めました。でも、ちょっと、こう、頑張りすぎで、ちょっと、体を酷使しすぎ、睡眠時間も全然取ってないとか、そういう人は、こっちの人は、1ヶ月、3ヶ月で、ちょっと、もう心が折れて挫折しちゃって、ある日突然、失踪してしまいました。現実社会に行ってしまいました。で、もう一人の人は、いや、20点でいいから、とにかく自分のペースで、毎日コツコツとやれることを最初はやっていこう。だんだんね、クオリティを上げていけばいいんだっていうふうに、そういう人は、コツコツやっていたら、気がついたら2年、3年経ってました。で、気がついたら、なんかもう収益が、あれ？月収1万ぐらいだけど、でも俺、いつの間にか0を1にできてるじゃんっていう、この成功への道を歩み始めてる人って、この二人の違いはね、うん。コツコツできるかどうかです。はい。自分に負荷をかけずに、無理をせず、そうですね。無理をせず頑張りすぎずに、コツコツと同じこと、うん。積み上げられるかどうかです。これはぜひね、僕からのアドバイスでございます。人生変えるなら、まあ、最低でも2年3年は見てください。2年3年。今日から2年3年で見て、自分の、こう、スタート。自分の、こう、新しいことを始めるのスタートで、絶対に2年3年続けてください。それやってたら、絶対に変わってるんで、2年後、3年後。何かが変わってるんで、自分の中で。うん。決して、近道をしようとしないでください。たった1ヶ月とか2ヶ月で、をタイムリミットにしないでくださいね。うん。そうすると、体を壊すか、それか犯罪行為に行っちゃって、デジタルタトゥーになっちゃうか。そういう道しかないので、決して、近道はしないでください。そういう感じです。はい。あまり長くなると。ダメだね。おっさんになるとね、無駄に話が長くなってグダグダになるのがとてもダメだ。はい。まあそんな感じで、俺はこれからもコツコツとやっていきます。自分の人生変えるために。はい。今年の年末はどうかな？年末までに、まあ少しまたなんか変わってればいいなって思いますね。まあ、たった3ヶ月しかないけど。それでも、9月の俺と12月の俺はガラッと変わってるって思います。うん。絶対にね。だって2年も続けてくれたんだもん。2年半も活動。大丈夫。俺だったら毎日変わってるよ。日進月歩だよ。って。大丈夫。なんとかね、なんとかね、こっちっていう感じ。はい。そんな感じ。以上です。結構ね、しんみりした話も俺好きなんだよね。こういうね、真面目な話。好きなんですよ。こう見えて。まあ、もともとね、そういう自分の人生変えたくて始めたことだから、下ネタ音楽。だから、実は、ね、こういう真面目な部分もあります。なので、なんか相談したいこととか、なんか僕がね、僕がその、
僕の経験、僕がその経験したこと、うまくいったことで、アドバイスできることがあれば、アドバイスなんかしますんで、なんかコメントあったらお願いします。ぜひね、皆さんの人生も、もっと望むもの、望むようなものとか、快適で、ストレスとか嫌なことのないような人生を手に入れられるように祈ってます。僕自身がそうしたいから、だから皆さんもなんか本当になんか、その楽になってほしい。楽に楽しい人生になってほしい。みんなも、いい思いをしてほしい。幸せになってほしい。なんかこういうとちょっとうさんくさくなってくるけど。僕だけじゃなくてみんなもなんかすごい笑顔で楽しい人生であってほしいなっていつも思ってます。感謝してるしね。本当いつも皆さん見てくれてコメントもくれるし、生放送もね、来てくれるし、本当感謝でいっぱいなんですよね。ちょっとうるうるしてきちゃった。なので、まあお互いね、幸せになりましょう。はい、そんな感じです。では、この辺で。失礼します。この後生放送やるか。今日筋トレの日だから。よし。こんな感じ。またにーバイバーイにーてて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 てバイ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 バ